自動改札機、自動改札機、自動改札機、オートマティックチケットゲートは、改札業務を自動化するために、鉄道駅や空港の改札口、搭乗口に設置されている機械。ただし、信用乗車方式を採用している地域では一部の路線を除き、一般的には導入されておらず、廃止された地域もある、後日、メーカーの使用書には、 自動改札装置と記載される場合もあるが、ここでは鉄道会社で一般的な自動改札機と表記する。自動改札機は改札業務の自動化のために導入される機械である。駅、務の自動化については2つの考え方がある。日本では長距離利用者か短距離利用者かを問わずすべて改札口を通すシステムが取られている。日本では人員削減の観点から駅、 ストムの自動化のために自動改札機が導入されている。これに対して欧米では信用乗車方式、チケットキャンセラー方式が取られており、車内検察が難しい都市部の地下鉄駅などを除き、そもそも駅構内に改札口を設けていない場合が多い。欧米では改札口を設けて駅員を配置したり、自動改札機を設置するよりも実際に 列車内を職員が巡回して、検察を行った方が不正乗車防止には効率的であるとの考え方があるとされる。韓国でも自動改札機が導入されていたが、韓国高速鉄道、KTX など自動改札機は廃されている。ニューヨークの地下鉄などでは、第二次世界大戦前からターンスタイル式の改札機が導入されていた。戦後、 1960年代前半の日本では通勤ラッシュが問題になっており自動改札機への期待が高まっていたが従来のターンスタイル式の改札はノーマルクローズ型であったため1分あたり20人程度の処理能力しかなく全く役に立たないことが明らかとなり原則扉を開けた状態で処理するノーマルオープン型の自動改札機が開発されることとなった 日本独自の改札口に対する考え方が世界トップレベルの性能を持つ自動改札機の開発につながったと入れている。自動改札機は改札を通る人間を赤外線で感知するセンサー部、乗車券類、プリペイドカード、乗車カードを処理する装置などからなり、内部には複数の CPU が搭載され情報処理を行い、通過データ、収入、 人員を記録する機能も持つ。自動改札機に通す乗車券類などには、時期や半導体メモリによって情報が記録されており、この情報を機械で読み取り、それをもとに改札の通行を許可するか否かの判断が行われる。時期券でない乗車券類、例えば裏が白い切符は自動改札機に投入することはできない。小児用の切符が投入された時は、 子供のランプが点灯する。JR 西日本、JR 四国や関東、近畿地方の大手施設などでは、認識のためひよこの鳴き声を模した、ピヨピヨピヨという音が鳴る。運賃割引適用の乗車券が投入された時は、割引のランプが点灯する。外観は、古いタイプは、改札機の筐体上部に検知バーが、柵のように設置されていて、 さらに改札通路の天井に通行か、丸や矢印マーク、通行負荷、罰や侵入禁止マークなどが示されていて、どの改札を使えるかが遠くから見てもわかるようになっている。2000年代以降は検知バーがなく、天井の侵入禁止マークをなくした新しいタイプの改札機が登場している。改札機の制御をするため、駅務室内に監視板と呼ばれる。 操作宅が置かれる。改札機単体で使用されず必ず監視板とセットである。無人駅では別の友人駅などから遠隔操作と旅客へのインターホンによる案内が可能である。自動改札機本体の価格は最低でも1台650万円から700万円近くであり多機能なものになると1台1、0円から1、500万円を超える。近年は 高機能化により価格が上昇している。実際にはその他にも監視板、制御用の操作宅、課題、改札機本体を床面に据え付ける土台部分、通線工事、ケーブルの引き回し、改札機と接続するデータ集計機のソフトウェアなどの費用が必要である。価格のうちソフトウェアの占める割合が大きく、液数が多くても少なくてもソフトウェアの設計費は、 大きく変わらないの、駅数の少ない鉄道事業者の場合、1通路あたりの単価は割高になる。鉄道駅における自動改札ゲートには、ターンスタイル型、リトラクタブル型、フラップドア型の3種類がある。多くの自動改札機の通路の幅は55センチメートルで、あり、路線バスの運賃箱の横の通路よりは広い。横に荷物を持ったままや小型の台車が通過できる。 アドデータの O はオリジン、出発地 D はディステンション、目的地を表し、アドデータとは発駅と着駅の組み合わせごとの利用者数を表すデータである。すなわち、どこの駅から乗った旅客がどこの駅で下車したかという資料である。このアドデータを手作業で作ることは膨大な手間が必要で現実的ではない。しかし、改札機を使うことで作成が可能となる。 自動改札機の導入されていない路線で交通量調査を実施する際には乗客全員に発駅の記載したバーコード用紙などを渡して着液で回収し統計を取るなどをすることがあった。自動改札機導入後には省力化だけでなく日ごとの変化をデータから見ることが可能となった。ただし、あのデータを作るためには改札機からのデータを処理。 集計するためのサーバーとそのためのソフトウェアが必要であり、それらは効果であるので自動改札を使用している鉄道会社がすべて D データ作成用の設備、ハードソフトを持っているわけではない。したがって、アドデータを作成していない鉄道会社もある。不正乗車に対する対策をさらに強化する目的で自動改札を通った人物の性別や年代を 瞬時に判別する機能、セグメントセンサーを搭載した改札機オムロンが開発した。これにより、不正常習者の特定を円滑にできるとされている。2008年3月現在、同月4日に公開し、同年下期より各鉄道事業者へ販売される予定と発表されているが2011年12月現在も、同システムの用は行われていない模様である。これは、 乗客のプライバシーの観点や導入コストに見合わない、などの問題などがあると考えられる。自動改札機のチケットメディアには、時期ニップや、非接触型の IC カードがある。一方のみのシステムもある。乗車権類投入後の流れは、導入口、複数枚分離部整理部裏向き専用、読み取りヘッド表向き専用読み取りヘッド、反転部保留部書き込みヘッド確認ヘッドパンチ。 印字部収札、質部の順番である。事業者ごとに内部の構造は若干異なるが、投入口から放出部までは乗車券類、パンチありの場合約0.7秒である。旧来の自動改札機では裏向きに投入した場合に備えてヘッドが軽ろ個付ついていた。新型では裏向きでも表向きに直す反転部が開発され、 計4台のヘッドで扱うようになり、パンチ部や、インジ部も1台ずつになり、コストダウンが図られている。非接触型 IC カードには、以下のような特徴がある。観察と研究の結果、カードを認識させる箇所の角度は13度になっている。2000年代以降の IC カード乗車券の普及に伴い、通路を IC カードでの入り出場に特化した改札機が登場しており、 交通系 IC カード全国総合利用サービスに加入した事業者を中心に導入されている。これらは IC カードを所持しない旅客が誤って専用改札に向かい、改札の流れを乱してしまうことを防ぐため、周りをステッカーで折ったり、本体照明でライトアップしたり、また IC カード専用である胸を天井や床の矢印で案内している。 IC カードの普及が進んだ近年では、IC カードではなく、磁気券を使用することのできる改札機に対して、色で強調した案内などをすること者も現れている。設置費用の削減とメンテナンス省力化のために、磁気カード投入口を、IC カード専用などと書かれたシールで、封印しただけのものもある。IC カード専用改札機の導入の背景には、以下の点が挙げられる。 一方、視覚障害者にとっては、IC カード乗車券の残高が確認できなかったり、障害者割引の対象にならない場合があるため、磁気ギップを利用することが多いが、利用しようとする改札機に、視覚障害者誘導用ブロックがないため、IC カード専用改札機であることに、ギップを投入するまで全く気づかないという、アクセシビリティ問題も発生している。他に、 札幌市営地下鉄では IC カードの普及率が低いにもかかわらず多くの IC カード専用改札機を導入したためラッシュ時にそれ以外の改札機営客が集中し混雑するという問題も起きている現在鉄道業界として IC カード専用改札機の設置位置についてのルール化は言っていない高松こと平電気鉄道と伊予鉄道では IC カード専用の自動改札機を設置しているが、普通券などは実機化されておらず、友人改札を通ることになる。自動改札機ではないが、IC カード利用エリア内にある無人駅、一部の友人駅や複数の鉄道事業者との共用駅などでは、IC カード専用のカードリーダーライターとして、簡易型自動改札機あるいは簡易式動改札機を設置している。この場合、乗り、 校舎に際して対応した短期の式のカードリーダーライターを設置し、乗降時にそれぞれ IC カードをカードリーダーにかざすことによって乗降、入り出場する。かざし忘れた場合、IC カードが使用できなくなったり、正規の運賃と異なる金額が差し引かれることがある。日本以外では乗車券が全面 IC 化されているシンガポール MRT、台北都市運。 韓国の首都圏電鉄や2000年代に入ってから開業した地下鉄などでは全駅の自動改札機が IC カード専用である。また IC カードと時期券を併用している鉄道でも蒸気理由から IC カード専用改札機が設置されている。クレアエクスプレスではビザカードの非接触決済サービスビザウェーブを使用した IC カード専用改札機が設置されている。 交通機関用の IC 乗車カードではない、一般クレジットカードの非接触決済サービスで乗車できる珍しい例。なお、乗車券が全面 IC 化されている鉄道においては、出口側に IC 乗車券を回収するための投入口が設けられている場合がある。QR コード方式の紙製の乗車券を発行する場合、IC カード専用改札機と同様に投入口。 取り出し口、搬送機構などを省略した改札機で QR 乗車券の改札を行うことが可能である。IC 乗車券と同様、出場時には乗車券を回収する投入口が設けられている場合もあるほか、投入口がなく別に回収箱を置いてある場合もある。その他、トークンを使うものや QR コードを使うものなど多様な方式が存在する。 このうち、QR コード方式は、空港の搭乗口改札機に多く導入されている。QR コードの自動改札機では、磁気券を用いるものに比べて、切符の取り忘れ取り間違いを防げる。改札機に、切符の搬送部を省略できることから、券詰まりがなくなる他機器メンテナンス代が軽減できる。磁気券を用いないため、切符そのもののリサイクルが容易、などのメリットがあり、スカイレール、 沖縄都市モノレール、ユイレール、北九州モノレール、台湾高速鉄道などで採用されている。日本では主に改札方式が取られており、駅には自動改札機等の設備が設置されている。改札方式が採用されている理由としては、運賃収入の確実な収受のほか、旅客の安全確保の観点から、都市部の狭い駅スペースへ多数の旅客が集中しないように、 駅構内へ立ち入る、旅客数を制限することができるといった理由がある。日本初の自動改札機は、1967年、昭和42年に、阪急電鉄北千里駅に設置された、立尺電機、現在のオムロン製の10台で、定期券専用である。その後、札幌市営地下鉄、1971年、昭和46年や横浜市営地下鉄、 1972年、昭和47年がそれぞれ開業時に全面導入しているほか、他の鉄道事業者においても部分的な導入事例があったものの、自動改札機の導入への動きはあまり広まらなかった。しかし、国鉄の分割民営化で発足した JR 東日本が導入に火事を切ると、関東地方の隠し鉄や地下鉄、 四国旅客鉄道、JR 四国を除く JR 他社でも自動改札機の設置が標準となり、1990年代後半からは大都市圏以外の地域や新幹線の駅などでも導入する動きが加速した。2000年代以降は IC カードの導入に合わせて自動改札機も導入することが多い。通常、自動改札機を導入した駅ではそのまま使用され、続けるが、 中には、伊予鉄道松山市駅、東上線より駅、アスナローよっか市駅、明光姉馬、ライン、高田駅等のように、それぞれの事情で撤去された例も存在する松山市駅については口述。2018年9月8日、現在、鉄道駅に、フル規格、扉付きの自動改札機が設置されていない県は、愛媛県、徳島県の2県である。 愛媛県では、私鉄の伊予鉄道が、松山市駅に、磁気圏専用の自動改札機を導入してたが、IC カードの普及に伴い2014年2月16日に、撤去され IC カードは簡易 IC 改札機。通常の乗車券は磁気化の上で、友人改札による対応となった。徳島県は簡易 IC 改札機すら設置されていない。東京地下鉄、東京メトロや、 都営地下鉄、京成電鉄、大阪市高速電気軌道、神戸市営地下鉄、福岡市地下鉄、天神駅天神南駅及び札幌市営地下鉄では、同一事業者の路線同士であっても一旦、改札外に出ないと乗り換えできない構造の駅がある。この場合、乗り換え元の駅を出るときに、特定の改札機から通る、または最初の駅であらかじめ乗り換え用の乗車券を、 購入することで、ギップを持ち越すことができる。乗り換えの際には乗り換え時間に制限が設けられている場合がある。乗り換え専用改札は、改札機の色を分けるなどの方法で識別されている。一例として、東京メトロでは、オレンジ色で識別されており、オレンジ改札の通称で呼ばれることもある。地方鉄道や路面電車では、列車車内やプラットフォーム上で乗務員が、 回収殺業務を行う事例が多い。しかし、回収殺業務の時間の分、列車停車時間が増大し、定時運行に支障をきたす場合もある。その問題を解決する手段として、欧米では、回収殺を乗客自身の手に委ねる、信用乗車制度が広く取り入れられているが、日本では不正乗車に対する罰金の低さや、運賃制度の違いからそのまま導入することについては、 困難との指摘がある。そのため、日本独自の信用乗車制度として、車両扉に自動改札機を設置する方法が打ちされており、車両に搭載可能な自動改札機の開発が、鉄道総合技術研究所以下、鉄道総研によって進められ、鉄道総研の車両、LH02 軽電車や広島電鉄の車両に搭載しての実験も行われていい。 常実の改札機とは異なるが、2000年代以降は、路面電車を中心に IC カード用のカードリーダー、ライターを装着している車両が増加しており、富山地方鉄道では普通鉄道線車両にも導入している。JR グループでは2019年春に、堺線のアイコカ導入に際し、車両にカードリーダーを導入する予定。また2020年春には、和歌山線にも波及する予定で、 申請された227軽電車にはカードリーダーが設置されている。欧米諸都市などの鉄軌道 LRT では多くの場合に旅客は改札を通ることなく自由に乗降でき係員等が抜き打ちで検察を行う信用乗車方式あるいは無改札方式が採用されており、このようなシステムの交通機関では改札機も設置されていない。下機は 改札が設置されている交通機関の例である。ニューヨーク市地下鉄では、駅窓口や券売機で、メトロカード、時期式を購入した上で、自動改札を通り乗車するシステムになっている。パリ地下鉄では、駅窓口や券売機でチケットを購入した上で、自動改札を通り乗車するシステムになっている。自動改札のシステムは、ニューヨークや東京の地下鉄で、 ターンスタイル式の改札機が導入されたことに始まったが、これらは均一の運賃制度の下で採用されたもので、機械の挿入口に直接効果を投げ入る機構になっていた。ニューヨーク市地下鉄では、デイイー社が製造したターンスタイルの改札機が用いられていた。また、1927年12月に開業した東京地下鉄道、現東京メトロ、 銀座線は10線の均一運賃制で10線効果を投入して回転腕着を回す。形のターンスタイルの改札機が設置されていたが1931年9月16日の区間制運賃導入により廃止された。この改札機は東京都江戸川区火災にある地下鉄博物館にレプリカがあり近代化産業遺産として認定されている。各地で磁気カードや IC カード式の乗車券の普及が進んだため、効果やトークンを直接投入するタイプのものはあまり見られなくなっている。日本国内における近現代の鉄道用としては、1970年昭和45年頃、時期式自動改札機が実用化される直前のごく短い一時期に、自動券売機と自動改札機のフラップ部分を連動させたエキツトム機機。 自動券売改札機が開発され、例えば東京急行電鉄は渋谷駅、目黒駅、自由が丘駅、蒲田駅などの主要駅に設置していた。自動券売機部分で乗車券を購入すると、それに連動してフラップが開放され入場できる仕組みであったが、改札口通路上に設置する必要があるにも、かかわらず乗客1名分の処理速度が混雑時には対応できず、 その直後の磁期式自動改札機の実用化とともに短時間で撤去され1972年昭和47年までに消滅している乗車券に記録された情報を読み取る方式の自動改札機は1963年に近鉄技術研究所で研究開発が始まった1966年には近畿日本鉄道と立石電機、現 オムロンソーシアルソリューションズの協会発で参考式、荒け式の工学読み取り式による自動改札機が開発され、近畿日本鉄道南大阪線の大阪阿部屋京駅で導入試験が実施された。さらに、立石電機による開発が進められ1967年3月1日に、京阪神急行電鉄、現、阪急電鉄千里線の北千里駅で、 立石電機が開発した定期券専用自動改札機で本格的に採用された。しかし、全駅に導入されたわけではなく、また、定期券専用であったため導入駅でも、普通乗車券用に磁気バーコード式や、その他の乗車券用に友人改札との併用であった。現代の主流である磁気化乗車券を使用した自動改札機は、1969年に、 近畿日本鉄道が学園前駅で試験導入した日本信号制が実用化の端緒である。日本で最初に本格導入されたのは前日の通り1967年の京阪新急行電鉄北千里駅であった。当初、定期乗車券と普通乗車券とでは改札方式が異なり、定期乗車券はパンチカード方式、普通乗車券は自地化情報を読み取り、 バーコード方式を採用していたが、その後、定期乗車券も磁気化方式に統一され、1972年には、定期乗車券、普通乗車券共用の自動改札機に更新されている。1971年に入ると、日本鉄道サイバネティクス協議会により、日本で初めて標準化された、旅客駅コード、磁気コードが制定され、 同年12月16日に開業した札幌市交通局地下鉄南北線1972年12月16日に開業の横浜市交通局地下鉄1号線1979年3月9日開業の北総開発鉄道1981年7月26日開業の福岡市交通局地下鉄1号線では開業当初から全域に設置されていた 関西圏では、前述の近畿日本鉄道、京阪神急行電鉄をはじめ、阪神電気鉄道、京阪電気鉄道等の主要駅で1970年代、初頭より本格導入が進められ、一般的な駅つと無機機となっていた。同じ頃首都圏では、1971年2月20日に、東京急行電鉄が東横線の3駅に15台を設置。 翌72年には、都立大学駅にも5台を設置することで、実用化試験を開始した。その結果、1974年6月に7駅に39台を設置することで、本格採用に踏み切った。その一方、自動改札機については、首都圏特有の交通体系から連絡運輸の比重が高く、国鉄、私鉄界での同時的大量を普及が行われない限り、 システムメリットが生じないため、これ以上の導入は考えていないと評されていた。その中、1977年4月7日に、新玉川線が開業すると、3県、茶屋駅に当初より設置され、その後の1980年代に入ってからも、入場改札の自動化が中心であったとはいえ順次、拡大されてゆき、東急は、当時の首都圏で、最も積極的に導入を進めた。 鉄道事業者となっていた一方、それと同時に、非じき加を投入することによる使用障害も頻発し、当時の東急では、自動改札機設置駅以外で発売する普通乗車券は磁気化されておらず、定期乗車券も懸命発着駅のいずれか一方に、自動改札機が設置されている場合に限り、ラミネート方式によるエンコード、磁気化が行われていた。 また出場用の改札機も設置されていたが、直下定期券専用となっており、直下されていても普通乗車券では出場できなかった。同じコロシ都券では、日立運輸東京モノレール、低都高速度交通営団、現、東京地下鉄、東武鉄道、京成電鉄、小田急電鉄、東京都交通局でも、試験的に1から4駅程度に設置されたが、 全駅での本格採用に発展することはなかった。例えば、低都高速度交通営団においては、地下の限られた空間に、旅客数に応じた必要台数を設置することが困難であった。当時の技術では、複雑な経路に対応するための磁気情報の容量が不足していた、などがその理由であったとされている。当時の首都圏で、システムとして、出荷札の自動化、 無人化を完成させていたのは横浜市営地下鉄のみで、それ以外の私鉄、地下鉄では前述の通り自動改札機の導入は試験的なものに止まり、本格導入は関西圏の私鉄、地下鉄の方が早かった。首都圏は関西圏に比べて相互直通運転が多岐にわたることや連絡運輸による乗車券、定期券の発売方法が複雑なため、 一事業者局だけが導入してもシステムが社会的に機能することは難しく、期待するほどの合理化には寄与しないと考える事情もあった。関西圏の私鉄、地下鉄は路線が独立しており、利用客の大多数が自社線内で完結することから、多くの事業者が合理化の一環として、早くから自動改札機を設置、1980年代後半にはすでに、 大半の駅で使用が可能であった。すでにこの時点において、神戸高速鉄道を挟む4社の連絡乗車券など、複雑な経路による特殊な切符の機械処理も実現していた。中京圏では、名古屋鉄道が1969年に、津島駅、翌1970年に新岐阜駅にそれぞれ、高額読み取り式の定期乗車券専用機を設置したが、その後切符は、 直式が主流となったことから1975年以降に撤去されている。1978年の名鉄瀬戸線、地下新線開業時には、栄町駅、東大手駅に開業当初から直式改札機が設置されており、全駅に本格採用されたのは1987年以降であった。大都市圏以外では、 富山地方鉄道が1971年1月1日から電鉄富山駅に磁気式の定期検査用機を設置していた。当時の地方鉄道としては先進的であると評価されたものの実用面での経済性に乏しく修理保守に費用面での問題があるとして1981年4月に撤去された。また、工術の伊予鉄道も早くから松山市駅に設置しており、 こちらは2014年2月15日まで稼働していた。日本国有鉄道、国鉄では、1970年4月に、国立駅、武蔵小金井駅、柏駅での実用試験を経て、1973年に武蔵野線や1979年に片町線の一部の駅と京都駅の地下東口改札で試験的に導入された。しかし、 自動改札機の導入が人員整理につながることを危惧した労働組合側の主張により本格的な導入は国鉄分割民営化以降となった。特に関西地区の JR における自動改札の導入は1997年以降と私鉄、地下鉄に比べ20年も遅れることとなった。2007年11月28日に電気、電子、情報、 通信分野における世界最大の学会である IEE、アメリカ電気電子学会は、世界初の鉄道向け自動改札システムの開発、実用化の技術を IEE マイルスーンに認定した。同システムを共同で研究、開発してきた大阪大学、オムロン、近畿日本鉄道、阪急電鉄の4社が共同で受賞した。前日した。 自動改札機の試験導入が行われた近畿日本鉄道の大阪阿部屋京駅及び阪急電鉄の北千里駅には同省の受賞記念の名板が設置されている。入場印字機とは乗車券などに旅客の駅構内への入場日時や駅名などを印字する装置である。自動改札機のチェック機能と収札機能を省いたものとも言える。 JR 西日本の自動券売機設置無人駅や、時間帯によって、駅員配置が省略される駅に設置されていることが、多く、山口駅、西脇市駅、津和野駅、宇野駅、日生駅などに設置されている。首都圏では、自動改札導入以前の営断地下鉄と、東京都交通局及び、東急電園都市線西新地駅が、改札口に設置しており、回数券のみが、 入場員時期を通していた。これは、乗車券や回数券を機械に通すことによって、入場日時、駅を刻印するもので、乗車改札の代用とされるものである。原則として駅員が改札に立っていない時は必ず、通さなければならないが、故障やインク切れで文字の判別ができないことも多く、通さなかったからといって、特に咎められることはない。大型券から小型券まで、 通常発売されている、ほぼすべてのサイズの乗車券に対応している。なお、設定されている内容を印字することしかできず、乗車券の内容を判読したりチェックしたりすることはできないので、競技の自動改札機には含まれない。この機械は自動改札機への移行により順次撤去されているが、自動改札機の移行の予定のない地方では、現在も根強く残っている。 ヨーロッパに多い信用乗車方式を導入している。鉄道には、チケットキャンセラーと呼ばれる入場員時期と同じ機能を有する機械が設置されているが、通さないと検察の時に無賃乗車とみなされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。